はい、ドイツ、フランクフルトしてます。フランクフルトの練習場、はい、スタジアム、サッカースタジアムの横の練習場、はい、いいね。こっちは練習見れるとこは見れるとこもあると思うんだけど、そんなオープンじゃないんじゃん。あ、そうだね。あと1個サインとかもらってるからね、みんな。まあ、ほんま、普通にこの距離ぐらいで合いからね、選手、すごいね、まあ、フランクフルトは、長谷部さんにいますね、長谷部隆選手、長谷部誠ちゃんです、これや、それはこれ、和紙のこれ、誠ちゃんからですね、そう、なるほど、すごいね、ほんま、子供から結構お年寄りまで、幅広い人。どこまで来てるの、ほら、ほんまに近いしね、これスタジアム臨場感がね、無料やし、みんな来れてファンになる、絶対こんなファンになるな。これがちっちゃい地元やったらファンになる、めっちゃいいシステム、あれ素晴らしい。で、グッズも買い、みんな買ってるから、みんな買って試合じゃないのにグッズ売れるから。で、子供の練習場が横にあって、その子らも練習終わってからこのプロの練習を見るようにで、グッズを買いに。だって子供たちがサイン持ってるもんね。もう絶対もらうぞ。あの子とあのボールペンやね。ボールペンやな。ボールペンやね。あれカチカチしてる。もらうと何万もらってもすごいよ。もらってるな。これで1個いいことを分かってる。こうやって会いに行けるプロサッカー選手。だから街中のレストランとかであってもあんまりこう変に声かけないみたいな。なんかもう会えるから、逆に会えるから、プライベートの時はもうそっとしとこうみたいになれるんや。そういう気持ちになんねん。そう日本やったらもう結構限界体制で敷かれてたりして、あまり芸能人とかもまあ選手とかも逆に会われへんのからおかしくなってます。逆に会われへんから、プライベートになんかいる時にガンガン行っちゃう。こうやって体で合わしといたらお互いいい関係。そうだね。ほんまに好きやったら苦しいね。で、選手もさ、レストランとか行っていきなり声かけられて、ファンですとか言われて、細かいと思うよ。ここ来てて、サインくださいって言ったら、まあファンよ。そうや、言うて。もうちょっと会えるようにしようとか、有名な人は。いいんじゃない？できれば。まあいいんじゃないかな、その方が。まあ、そうやね。お互いね。まあ、そろそろ来るんじゃん。今から練習開始。まだこの練習が面白いね。俺も2回、3回目か、今日。違うチーム見てるけど、練習がめっちゃ面白い。試合するの？練習ミニゲーム、する。まあ全部やる、シュート練習とか、ドリブルの練習とか、1対1みたいなしたり、チームによるけどね。俺もいけるけどな。入ったら。俺前のハンブルガー行った時に、結構なんていうかな、結構18人ぐらいでギリギリでゲームやってるんですよ。俺ちょっと見てて妄想みたいな、一瞬わってなって、監督が人が足らんから俺呼んでるって、バリビビったね。足すくんだもん。妄想でビビった。妄想でビビっても呼ばれてると思う。ああ、でもそれはサッカーやった人ならではのあれかもね。あれかも。入ってくれって言われて、もう妄想ビビった。ビビった。何もできませんよ。ちょっとわかるわ、それ。あるある。自分がやったスポーツとか、そういうのね。あるわ。ここの舞台とか場所に俺が今立ったらどうなんだろう。いや、無理ってなるそれで震えるね。確かに震えた。でもまあ俺はいけるよ、これ言うたら。すげえいける。もういや、キーパーとか入ってみたらキーパー練習すげえ飛べるよ。多分いけるよとか言ってるやん。さっき隣でやってたなんか小学生ぐらいの練習もきついで、絶対無理。バリうまかった。絶対無理、きついで。ドイツ人の小学生って勝てませんみたいな。バリうまそうやな。バリうまそう。まあまかったら見てて練習。うまいやんな。いらんことするやつがなんでおらへんねんね。それはいいよね。そのマナーというか。まあリスペクトあるんじゃない。あるのかな。やっぱいらんことするやつがいるとなくなるからね、こういうの。はい。子供の方がすごい。あ、もう来るで。まあ練習もあるし、行きましょう。はい。はい。79% 斎藤さんやせやな、残り 21% はそうじゃないかな。今回もご視聴ありがとうございます。僕たちの動画がいいな、楽しいなって思ったらチャンネル登録してください。っていうか何も考えずに今すぐ登録をお願いします。こんなに体張ってるからお願いします。